おはようございます、サンアンドレスのデイ3ですかね。今日はですね、いよいよ本格的に七色の海と言われているこのサンアンドレスをもう完全開で満喫していきたいと思っております。あのね、日焼け止めないんで、今日終わる頃には私もうね、カリカリに焼けて安眠できるかわかんないみたいな、ちょっとねそんな状態になるんじゃないかと思っております。今3月末ですけれども、寒気なのですごく晴天が続いていますね。今日行くロッキー K という場所、一番私が行きたかった場所なんですけれども、そのポイントはちょっと夕方に行くよりは日中の方がいいかなと判断しましたんで、これから一番ね暑い時間帯ですけど向かっていきたいと思います。それではサンアンドレスを全開で楽しんでいきます。どうやら満潮っぽいですね。本来ならば歩いて、渡れるそういう小島があるんですけども、今はね到底歩いて渡れる状況ではありません。これはねタイミング悪かったですね。一回戻るのは、また戻るのはちょっとだるいので、しばらく今日はねもう半日このビーチで過ごしたいと思います。カリブ海のねビーチリゾートです。満潮で完全に足止めを食らってるんですけども、ただですね一人ね強者がいて、首ぐらいまで浸かりながらロープを頼って一人ね島に向かってるね強者がいるんですよ。いやなんかねそういうことやったら怒られるのかなと思って自粛してましたけど、普通に行ってるな、やばいね、つわものおるわ。干潮まで待てない私は二択ですよ。諦めるのか今行くのか。怒られないんだったらね行きますけどね。つわものはもう半分ぐらいまで行きましたね。何にも言われてないからありやな。まさにこれはクレイジーニュースですよ。これはね通常の行き方じゃないからね。まあ首まで使っていくんで、もちろん携帯はねカメラ持ってきますけど、荷物は置いていかざるを得ません。なんでね結構向こう渡って、滞在してっていう時間をね使うんで、ちょっとねカロリーエネルギーチャージしていかないと
ガス欠になっちゃうんでね、もう強者はね7割到達してますよ。結局ね無事に行けてますね。なんかね遠目から見ると足がつくっぽいんですよね、微妙に。なんでねこれは行くしかないね。怒られないんだったらもう行くでしょう。ありがとう強者、先駆者がね姿を見せてくれたんで、そう行く姿をね、ありなんだと希望的なね可能性が出てきました。素晴らしい。カリブ海の太陽を舐めてはいけません。完全にね長袖を着用して、海に入っていきたいと思います。もうね火傷みたいになっちゃうんで、はい、エネルギーチャージ、水分も補給して、いよいよ私は離島に参ります。完全にクレイジーですよ。あのね渡ってる最中に携帯が消耗してしまうんで、もうね水没しそうな時はこれに携帯を入れて、渡っていきます。目指すはここね。携帯はあの肝心な場所、綺麗なとこでね、撮影のために使いたいんで、一旦渡る映像はあの一旦切らしてもらいます。この中入れて、100メートルぐらい、泳いできましたけど、ギリギリね足つきますね。この調子であればあの全部泳がなくていいんでいけますね。これはしかもねなんか言われる雰囲気もないんで、このまま突き進みたいと思います。よっしゃい、もう足つくぞ。珍しくねリアルクレイジーニュースですよ。いや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 、これよかった、諦めなくてよかったですよ。さあこのままね微妙に歩きながら島にたどり着け、島に向かいます。微妙にね歩けるんで、オープス。よかったよかった、あとちょっとです。着きました。よっしゃい。さてひとまずね上陸して、荷物を置きたいと思います。よっしゃい、着いたわ。危ない危ない。 Oh my god。この島には砂はありません。完全にあのサンゴ岩ですね、サンゴの岩、まあ、なんで、素足で歩くのはね痛いし、ちょっと無理ですね。おっと、アクアソックスがない私は、ひとまず、靴下を履きます。
結構ね、浅いのは溺れなくていいんですけど、結構ね、浅すぎて岩場がちょっと危ないんで、これ以上の接近は控えようと思います。いやね、まあこの距離で新鮮を見れたんでね、よしとしましょう。さて、だいぶね、肌が焼けてきてるような気がしますんで、ぼちぼちね、透明度は高くないんで、もうここら辺で、戻りたいと思います。それでは、だいぶね潮が引いてきたんで、少しね余裕を持って歩けます。